ジョン王の乱世は1589年頃に書かれたエリザベス朝の歴史劇。ウィリアム・シェイクスピアがジョン王を書く時の財源、雛形にした作品と言われるが、作者が誰かは分かっていない。この劇の主要な歴史的財源は、ラファエル・ホリン・シェットの年代記とジョン・フォックスの殉教者列伝である。フォックスの本のほとんどの内容を要約したリチャード・グラフトンの クローニクル・アットラージも使われた可能性がある。この劇は、シェイクスピアの時代に3回、4折版で出版された。19世紀の評論家たちは、9、3のシェイクスピア説を認めていた。20世紀の注釈者では、E.B. エベリットがこの説を擁護した。しかし、それ以外に、クリストファー・マーロー、ロバート・グリーン、トマス・ロッジ、ジョージ・ピールらの単独説あるいは、 合作説が提起され、そのいずれもが研究者たちの総意を得ていない。ありがとうございます。